まあまあいいんじゃないですかね、ピンズで一メンツ、マンズで一メンツ、はい。風間さんどうですか？うわ、まだ厳しいか。まだまだ風間さんの時間ではないということですかね。こういった時ラストだってまだ落ち着いてね、うん、そうですね、鈴木の手面白いね。なんて鈴木の手面白いよ、これは。これは一応本一も見つつ、うわ、名本チートスとかはね、完全にあるような手格好ですからね。どちらも高手ですからね、うん、泣いた時に迫力がないので、うん、そうですね、名本チートスとかね、うん、いいと思いますけど、風間さんも統一が3つ。そうですね、風間さんもまたあのこれでいよいよピンズの方に統一多いですね。そうですね、うん、ここぐらいですかね、なんつってはしかし英卓のなんていうんですかね、統一あんこっぷりはなかなかあれあの重々しい感じの ねあ、さあいい、オリアンシャッチに進んでますよ。さあ泉はこれでマンズで5-7の両関係ができた形ですね。まあ、半歩前進といったところですかね。トロのパスあら、いいとこ入れたんじゃないこれ。どうしますか、タンヤを、はい、パスをね、重ねたいですけどね。トロのパスは風間さんに1枚ただ勘違い引いたら例えば、うん、リアムピンリッチとかあるんですかね。あるんじゃないですかね、うん、やっぱりパス生きてんだね、こうやって見ると、うん、さあ、これどうするか。手広さを取らずパスの周り重ねるか、うん、まあチーソーでもいいかっていうところなんでしょうね、うん、が出ますが、これはスルー、うん、あ、引いたよ、じゃあドアパワンかな、そうですね、鈴木はもう一つ重ねたいんだけど ね、まあ、ね、あんまり動きはなさそうですね、うんうん、ここから相手もね、確かにお高瀬さらにでのべたんのべたん、うん、ロッケーソとました、ね、まあ、パスを重ねてもいいですね。この形になったらもう泉は降りないだろうね。そうですね、ボスだろうね。で他に風間さんは、風間さんもこんだけカンチャン残ってるとね、ああこれでメンチテのイーシャンテですね、飛んでてますね、白はションパイ、うん、さあ金子さんも統一が増えてイーシャンテン、統一のイーシャンテンですね、統一のマンズはね、良さそうに見えますね、うんうん、ね、さあどうでしょうか。まあ、風間さんもね、ここからさらに相手の手が進んだ時に打ちそうな感じは全くないので、ないないね、うん、これはどうしたの、チーピンの重なり具合みたいのか、うん、あ、打ちましたね、あ、ね、ちょっと危険度を見たのか、あの両脇がピンズ、うん、あ、これやっぱそうだ、これリーチだこれはいいリーチですね、泉、リーチ、タンヤオ、ドライチ、しかもパーソン2枚来てるよ、おお、ここにリアムパーソンで泉リーチ帰りました。さあ金子さんと続きはこれどうしますかね。一応イーシャンテン同士なんですよね。でもこっちとこのチートイズのイーシャンテンって反撃は厳しいですよね。いや親リーチにね、やっぱ厳しいと思うよ、厳しいですよね、うん、さあだからやっぱりね、泉にトリソの牌を取ってってチートイツになる。動いた動いた動いた、なんて、あ、でもね、なん現物なのよ、あ、現物じゃないか、なん、あ、現物だ、現物です、現物だ、だから金子さんからなん出てくれば、あらららら、金子さんからなんが出れば、あ、出ない、出ない、どうなんですかね。さあ積もっちゃいたいですね、その間に。そうですね、だから要するに鈴木の狙いはね、この現物のなんで狙いたいんだけど、 そうでしょうね、そのなんか実際ね、ウーピンとこれは振り返られます、振り返れ、はい、ゲームですね、ペイも1枚切れですし、うん、ここでね、だからこの金子さんがこのナンを、うん、打たない、うん、まだ一色手ってっぽいですからね、鈴木の仕掛けが、うん、あ、そっか、そうだ、はい、ただドライブ押してるんだっけ、鈴木押してるように見える、今ウーピンね、現物切ってきた感じに見えるんだけど、まあ、ローピンっぽんですよね、うん、
見送ってもいいですよ ね、 そ、 うね、うん、そのパイだから何ペどっちも、あ、これどっちも当たりだ、どっちも当たり、どっちも当たりだ、あ、抑えた、抑えるか、さあこれ見せ場ですね、いとはいえ抑えた、すごい、さすが金子マサテル、すごい、あ、すごい、詰まった、うん、かっこいいし、アシストした。6000オール6000オール、なんで裏持ったんですか、見えない、ビーズもタイヤドライ1で2枚乗らないと6000オールなんないですけど、ちょ、裏ドラなんですか、裏ドラが見えない、裏ドラが見えないんですけど、今進行が6000オールって聞こえましたよね、いや僕ちょっと聞こえなくて、ちょっと裏ドラ3色か、3色か、3色だ、だからウッピンしてる、ごめんなさい、ごめんなさい。